はい。では、始めます。YouTube をご覧の皆さん、こんばんは。ただいまより XR 花火体験、仮想空間に再現した福岡のデジタル作品を体験しようということで、オンラインイベントを開催いたします。司会は、本イベント主催の一般財団法人リモートセンシング技術センターの奥村と、同じく小網です。本イベントは内閣府宇宙開発戦略推進事務局デジタルで、令和3年度課題解決に向けた先進的な衛星リモートセンシングデータ利用モデル実証プロジェクトの衛星データによる都市デジタルツインを活用したお祭り XR デジタル花火大会という実証実験の一環として福岡市の公園で実施しております。本イベントの参加者は本実証の一般モニターにご協力いただいた皆さんと、エンジニアをつなぐ IT 勉強会支援プラットフォームコンパスからの参加の皆さんになります。モニターの皆さんは、すでに私たちが制作した衛星データによるデジタルツイン都市における花火大会をモチーフにした360度 VR ストーリー、遠い日の空の映像をご覧いただいていますが、コンパスから参加の皆様はまだご覧になっていないかと思います。今日はこの後、本作品の楽しみ方、制作の裏側などご紹介していきますので、ぜひ一般公開を楽しみにしていただければと思います。現在、一日でも早く一般公開できるよう準備調整を進めているところですので、もうしばらくお待ちください。また、モニターの皆様でまだアンケートにご回答いただいていない方は、ぜひアンケートにご協力をお願いいたします。はい、ぜひご協力をお願いいたします。さて、本来なら福岡のエンジニアカフェからリアルとオンラインのハイブリッドイベントを予定していたのですが、まあ、このコロナ禍の状況、オミクロン株の拡大を受けて、泣く泣く完全オンライン開催に変更させていただきました。本来、リアル開催では、エンジニアカフェで VR ゴーグル、メタのクエスト2を使った体験イベントや、皆さんとの対話を登場いただきましょう。皆さん、よろしくお願いします。はい、では、一番上の画面、私、大和と申します。電通九州という会社に所属しておりまして、はい、本日、モデレーターを務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。では、次、スキップさん、自己紹介をお願いいたします。今回、動画の監督をさせていただきました、スキップと申します。そして、普段360度動画なんかを作って、YouTube なんかにアップしています。本日はよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは永峰さん、よろしくお願いいたします。で、僕はこの一番下の枠に映ってるアバターで、ちょっと手は動かせないので体を揺らして、今日はリアクションしていきます。永峰と言います。動画の技術部分を担当させていただきました。普段はエンジニアとして、AR とか VR とかの、開発をしています。はい、今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。それでは画面が切り替わりましたら、私、大和より、本プロジェクトの概要をお話しさせていただきます。おそらくもうすぐ切り替わると思うので、もう話し始めちゃいますね。はい、本プロジェクトは衛星を活用した実証実験ということで、このように3段階で考えております。で、まず1つ、現状と課題をどういうふうに認識しているのかお話しさせていただきます。次のページお願いします。はい、おそらく変わるので喋ります。皆さんご存知かもしれませんが、実は広島の、宮島水中花火大会や、福岡の西日本大濠花火大会というのが、50年続いていたんですけども、最近終了していたんですね。で、これ、コロナだから休止ではなくて、完全に終わった、そういった終了となっています。で、その理由は何かと言いますと、安全確保が、困難になったこと、ということでした。非常に警備費にお金がかかるんですけども、そこでやっぱり安定収益もないと、そもそも花火もできない、安全も確保できない、そういった理由で、この大きな花火大会2つが終わってしまいました。で、我々考えたんですけども、花火に限らずですね、アフターコロナ時代の祭りとか観光というのは、やっぱり以下の3要素が必要かなと思っています。1つが来場者の密度調整による安全確保。で、2つ目が祭り事業継続のための安定収益。で、3つ目が魅力的な地場コンテンツが、そもそも必要かなと思いました。で、そこに対してですね、衛星や VR や企業協賛の組み合わせで、なんとか地域の祭りや、地域そのものを活性化できないかということを考えました。次のページお願いします。はい。
衛星の 3D データを使って、福岡のデジタルツインを作成して、で、そこに VR 花火を載せてユーザー体験まで、していただく、そういった一連の実証を今回行いました。左側です。これ、ちょっと先ほどコメントでいただいたのですが、衛星がどうやってここにつながったのか見たいということだったので、その内容は今から、詳細お話しします。ただ大きく分けて2つ実証を行いました。1つが技術実証ですね。衛星で、なぜここで衛星から花火ができるようになったのか、そこ本当にできるのという実証しました。で、もう1つが、じゃあそれがユーザーの体験にとってどうだったのか、ここはアンケートで測らせていただきました。じゃあ次のページお願いします。これを今後どうしたいのかというところですね。簡単に言いますと、全国の地方創生として、活用していきたいと思っております。で、特に、3社が出てくるのですが、3人ともウィンウィンウィンの関係を作りたいと思っています。まず、1人、一番多いのは、一般生活者の方が、単純に花火が体験できて嬉しいというところを作りたいです。で、そこに対して左下、協賛企業は、協賛することで、ファンができる。そういったところで嬉しいというふうに、なればいいと思います。で、右下ですね。今回はちょっと監修をお願いできなかったんですけども、今後、花火師の方に監修に入っていただいて、監修費をちゃんとお支払いして、この事業を回すということで、みんなが楽しい行動というのを作っていければと思っております。では、次のページです。補足します。じゃあ、この衛星データをどういうふうにして、ここの YouTube まで上がってきたのか、というのを4つ段階に分けています。まず一番左ですね。こちら AW3D という、衛星データを、入手しました。こちら開発したのがレステックさんと NTT データさんの共同開発になります。で、どんなものかと言いますと、福岡市の 3D データ、もうかなり広い範囲ですね。これ衛星で撮ったデータなんですけども、そこを一括で取得して、街全体をデジタルで、立ち上げました。で、そこから、どうしたのかと言いますと、ここが面白いんですけど、ゲーム開発エンジンのユニティに、入れたんですね。で、都市データを取り込んだ後に、そこに各種アセットを載せていきました。アセットというのは、花火だったり、人だったり、屋台だったり、というところで、ここでどんどん作り上げていったというふうになります。で、それをシーンでどんどん書き出して、シーンを編集していくというのは、Adobe のプレミアを使っております。そして、最終的に YouTube にアップして、皆様が、見やすい形にしたというところです。特に YouTube に上げたところ、ここが結構、狙ったところでして、とにかく参加ハードルを下げる。で、衛星という、まあ、すごくとっつきにくいデータなんですけども、それをこう、みんなが見れる形にするというところでこだわって作らせていただきました。はい。では早速、今日はスキップさんと長峰さんに動画の解説をいただきたいので、動画を流しながら、そこを見ていきたいと思っております。はい。では事務局で調整よろしくお願いいたします。はい。すいません。事務局から、ズームの方にも少し動画を共有していただけると助かります。進行は進めてしまいますね。はい。では、今、YouTube 画面の方ではですね、オープニングのところで止まっていると思います。では、ここ、そもそもどういった世界観で作ったのか、こだわったところがどこだったのか、っていうのは、ぜひ、スキップさんにお話しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。そうですね。まず、デジタルでの花火大会っていうところで、この動画を作る上で、架空のちょっと近未来のお話にしようと思いまして、でまあ、架空のその VR、SNS のようなところで行われている花火大会っていうのを一つ考えました。で、そこに、まあ、男女二人の少年と少女が、初めてのデートみたいな感じでその場を訪れて花火を楽しんでいるっていうストーリーで、この動画を作りました。で、そうですね。今、ちょうど画面に映ってると思うんですけど、まず最初に夕日の場面から、始まるようにして、作ったわけなんですけど、まあ、そこでちょっとこだわったといいますか、今回その衛星データ、3D データを使っているというところで、まずそれをちゃんと見せたいなっていうところがありまして、結局花火のシーンが続くんで、まあ、夜のシーンになってしまうので、あんまりその 3D データ自体が見れる箇所が当初予定してた段階ではあんまり見せられなかったので、まあ、そういう意味も含めて夕方のシーンで、3D データをきちんと見せれるようにと思って最初に夕日のシーンを持ってきました。
あとその全体のルックというか、あの雰囲気としてはちょっとノスタルジックな雰囲気にしたいなっていうところがありまして、まあ、そういう意味でもちょっと夕日の場面っていうのを入れてます。あと、BGM に関してなんですけど、遠い日の歌っていうあの合唱曲なんかでもよく歌われている歌を、まあ、途中から BGM として使っているんですけども、まあ、それもちょっとノスタルジックな雰囲気を出したいっていうところでつけています。はい、大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。今ちょうど画面が流れて、水面が映っているところになっていると思います。でここでちょっと止めていただいて、あの水面すごく綺麗なんですけど、ここをどうやって作ったのか、ちょっと技術的なところをぜひ永峰さんにお話しいただきたいと思います。そうですね、水面もそうですし、まあ、ここで言うと結構光のぼんやりした感じだったりとかが綺麗な絵が出てるかなと思うんですけど、今回あのこの360度の動画を撮影するためにユニティというツールを使ってるんですけれども、まあ、普段から僕も開発で使ってるんですが、今回は、まあ、動画用に作るということで、少しこうクオリティの高い絵作りをするための機能という HDRP ハイデフィニッションレンダーパイプラインというユニティの機能があるんですけれども、この、クオリティの高い絵作りをするための機能を使うことで、まあ、この光とかライティングの表現だったりとか水面の表現をきれいに出せるようにというところで、みんなで、工夫しながら作っています。はい、ありがとうございます。ではこのまま少し流していきましょうか。では再生いただしていただいて、すぐ屋台になると思うので、屋台のお話に行きたいと思います。ここすごく雰囲気がいいんですけども、あの監督としてこだわったところをぜひスキップさんから教えていただければと思います。はい、そうですね、屋台のシーン、やっぱりそのお祭りのその臨場感っていうのをしっかり出したいなっていうところがありましたので、まず屋台のその人がいる感じですね、をあの効果音でなるべく臨場感が出るように つけているっていうところですね。あとはあの先ほど言った VR の、SNS っていう形をちょっとイメージとしてあったので、まあ、いろんな種類のアバターが出てくるようなロボットだったり、まあ、動物の姿だったりっていう、キャラクターがなるべくたくさん出て賑わってるような感じに見せられたらなと思って作りました。はい、ありがとうございます。こちら動画再生していただいてですね、ちょうど48秒頃、あ、今ボールを犬が追いかけていきましたけども、ここも何か狙いはあるんでしょうか。そうですね、一つあの360度動画の特徴ではあるんですけども、正面っていうのがなかなかこうずっとぐるぐる見てるとわからなくなってしまうので、まあ、視線誘導っていうのが結構重要になってはくるんですけど、まあ、先ほどの水面のシーンはどこが正面ってはっきりしたものはないんですけども、この屋台に切り替わった時にこのボールのような形状を、ワンちゃんですね、犬が追いかけていくっていうことで、まあ、こちらが正面になるんだよっていうのが、まあ、視線誘導にある程度なるんじゃないかっていうところで、このシーンは作られています。ありがとうございます。やはりあの360度 VR ならではの表現で非常に面白いと思いました。ありがとうございます。では動画進めていただいて、花火の、本体に入っていきたいと思います。ではすぐ流れると思うのでお話ししていきます。今回の花火、あのこだわったところについて、あのぜひ、監督として、スキップさんどこがあったのか教えてください。お願いします。そうですね、あのやっぱりなるべくそのちゃんとした花火大会に見えるようにっていうところで、まあ、先ほどの屋台と同じなんですけど、やっぱり臨場感とかがなるべく出るようにしたいなっていうところはあったので、まあ、あの花火の見た目もそうなんですけど、やっぱり音でなるべくちょっと迫力があるなっていうのを出せたらなと思って、結構細かくあの効果音も変えつつ、映像にも合うようにきっちり合わせてやっていったつもりです。ありがとうございます。ここの花火どうでしょう、技術的に永峰さん何かこだわったところあれば教えてください。そうですね、ちょっと動画で言うとこの後出てくると思うんですけど、まあ、今回バーチャル空間の中での花火ということで、何か現実ではできないようなバーチャルならではの花火ってどういう表現があるのかなというのを制作チームで話していて、まあ、そこで 3D モデルの形の花火
を出してみたりとか、あとはテキストですね、文章メッセージの花火を出してみたりっていうのは、まあ、ちょっと今までになかったような表現だし、まあ、それも Unity のビジュアルエフェクトグラフという、まあ、新しい機能を使っていることで実現できたというところがポイントになっています。あ、ここですね、ちょっとこれが 3D で、表示している、まあ、金魚の花火だったりとかですかね。はい、ありがとうございます。他何かこうこだわったところ、見どころ、何かスキップさん作られましたでしょうか。はい、今回ですね、実はラクサさんからですね、人工衛星の 3D モデルのデータっていうのを、お預かりすることができまして、まあ、それを実はこの動画の中で、その人工衛星が飛んで出てくるっていうところが実はあるので、まあ、もしもう動画すでに見られた方でも見つけられなかったっていう方はもう一度見ていただいたりとか、これから動画を見られるっていう方はぜひどこかに人工衛星が出てきますので、まあ、それを探しながら見ていただいたりすると、楽しんでもらえるんじゃないかなと思ってます。ありがとうございます。実は衛星見つけるのかなり難しいので、ヒント出しますと、1分50秒頃に左自分の頭の左後ろを見てもらったら衛星飛んでるのでぜひ見てみてください。はい、ではおそらく画面が、今あれですね、キャラクターが池の中央に来たぐらいだと思います。ではここ特にですね、ここから VR でしかできない演出というのをしていったと思いますけども、ここはどういったことを意識したのか、スキップさんからお話をお願いいたします。はい、そうですね、実際やっぱりこれだけ近い距離で花火を見るっていうのは、まあ、現実世界ではなかなか危険でできないことだと思うので、まあ、これはもうそれだけでもVR ならではな演出だなとは思うんですけど、まあ、実際さらに、ここから今上昇していって、もう本当に花火が爆発するその目の前で見れるような映像になってるんですけども、結構最初にもうこの、動画を作るってなった時に、まあ、こういう間近で花火が見れるっていうのが、うん、結構目玉になる部分だなと思ってたので、結構ここは力を入れて作ったところではあります。で、あと先ほど上昇するときなんですけど、結構その VR で見てると酔いやすいんですね、こういうカメラが動いてしまう映像っていうのは。なので、まあ、それがなるべく、VR 酔いっていうのが出ないように上昇のスピードを少しゆっくりにしたりとかっていう工夫をしてみました。まあ、ちょうど宝石みたいな花火が出ましたけど、ここのこだわり等もあればお願いします。そうですね、これすごく綺麗で、ここが最後音楽の盛り上がりとも合わせて、一番綺麗に見れるように、音に合わせて出すようにしました。で、結構これも先ほど言ってた VR ならではの花火っていうところで、そうですね、一番綺麗に見せれたかなと思ってます。ありがとうございます。そして今、のぼせもんサイダーというロゴと演出がありましたね。ここも何かありますか？はい、そうですね。今回のこの花火大会、まあ、架空の花火大会ではあるんですけども、まあ、それのスポンサーということで、のぼせもんサイダーという、架空の企業が協賛をして、この花火大会をやったんですよっていう形にしてます。で、まあ、サイダーなので、泡のシュワシュワっとした感じとか、あとは大濠公園の池全体が発光するような感じで、そのサイダーの爽やかな感じを演出したりして、あとは池の形がよく見えるようになったので、その辺はよくできてよかったなと思ってます。ありがとうございます。ちょうどおそらくライブの方ではもうクレジット流れているので、改めてストーリー設定や演出の意図があれば最後に教えてください。はい、そうですね、まあ、今一番最後クレジットの周りに、画面が写真実写ですね、の映像が2つあって、まあ、それが動いてたと思うんですけども、まあ、今回その花火大会っていう動画を作って、お見せしたんですけど、まあ、それを実際の生身の人間の人が、ヘッドマウントディスプレイなんかをかぶって参加して見ていたんだよっていうのを、まあ、最後にちょっと見せたくて、実写の映像を付け足しています。ありがとうございます。はい、はい、それにてクレジットまで、流れたと思います。今日ですね、ぜひ見ている方から質問があれば、せっかく監督と技術者のお二人がいるので、ぜひお答えできればが、作れればと思っております。
すみません、事務局の方、最後、アンケートに移してもらえます。変えてもらえますか。今から、私の方から、はい、アンケートの結果ということで、速報版お話しさせていただきます。こちら、皆様、実証体験いただいた方に、もうスマホでアンケート答えていただいたもの、面白いものだけ3つ、お持ちしました。まず1つがですね、今回の体験、商品を受け取って、で中身取り出して VR ゴーグルを体験するという、とこだったんですけども、そこの体験満足度いかがでしたかと、皆さんに聞いてまいりました。まあ、そうするとですね、おおよそ、7点、8点、9点、10点と、いうところをたくさん評価いただきまして、ありがとうございました。では、次のページ、お願いいたします。その中で、どこが良かったのかというところを聞いてみました。はい。はい。そうするとですね、いくつかあった中で、一番良かったのが左側、VR 体験がスムーズにできたことというふうに答えていただきました。で、ここまさにですね、我々が目指していたところで、先ほど YouTube にアップして使ったのと同様、VR ゴーグルもとにかく簡単に使う。そのために家に VR ゴーグル届けてしまうというような、ところをしていたので、ここも、非常に、嬉しい結果となって良かったと思っております。では、最後に、もう一度ページお願いします。はい。最後はですね、ちょっと今後のことを聞きました。で、今回は VR 花火大会とサイダーという組み合わせで、行ったんですけども、このサイダーの代わり、何であれば体験したいですかというふうに聞いてみました。で、一番票が多かったのは、炭酸系アルコールということで、ビールや、チューハイ、あとハイボールとかですね。やはりここは、人気だったなと、思っております。で、2番目、3番目に高かったもの、は、真ん中にあるのが、まあ、出店の食べ物がセットだったらいいよねと、いうのと、もう一つ、現地の食べ物、飲み物というのがいいということで上がってました。ここ、福岡で例えると、例えば明太子とかもつ鍋がセットになって、花火も見れるとか、そういったものがいいということなのかなと、解釈しております。で、ここは可能性を感じているところでもあって、今後、日本中のいろんな土地とか、いろんな、食べ、飲み物をセットにして、自宅で楽しく体験できることができれば、その場所に対する愛着とか湧いてきたらいいなということで、そういったところを我々、のぼ専門としても、今後考えていきたいなと思っております。はい。では、動画解説パートは以上となります。どうでしょうか？何か技術的な質問等あれば、今答えますが、今のところ、なさそうですかね。一度、司会の奥村さんたちにお返しします。はい、お願いします。はい、どうも、大和さん、スキップさん、長峰さん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、次はキネマチコルさんの演奏をお楽しみいただきます。このプロジェクトでは、地元のアーティストやエンジニアとコラボレーションして、地方で活躍している方々を応援させていただいております。そこで、福岡を中心に活躍されているアコーディオンとギターによるインストデュオのキネマチコルさんに映像作品に流れる曲の演奏をお願いいたしました。アルゼンチンタンゴやシャンソンをはじめとした世界の名曲から映画音楽、日本の懐かしい曲など、誰もがかつてどこかで耳にした音楽を中心に、フラメンコの奏法を取り入れたスパニッシュなギターとアコーディオンによる独自のアレンジで演奏をしてくださっています。本日演奏いただけるのは3曲。1曲目は映像作品で使わせていただいた作曲橋本昌司の遠い日の歌です。2曲目は作曲リビリオ・アルトゥルのレモン売りのロジーニャ。ラストは作曲カルロス・ガルデルの思いの届く日です。はい、小見さん、難しい曲名の名前もありましたけど、ありがとうございました。それでは、キネマチコルさん、よろしくお願いします。YouTube をご覧の皆様、こんばんは。キネマチコルの片桐彩と白水雅樹でございます。私たちは福岡を中心に活動中のアコーディオンとギターによるインストデュオです。本日は遠い日の空の中で流れております遠い日の歌とレモン売りのロジーニャ、そして思いの届く日を演奏いたします。どうぞ最後までお楽しみください。キネマチコルでした。
はい、キネマチコルさんの演奏でした。はい、最後にですね、実証実験のキットが届いている皆様にお願いがございます。360度 VR ストーリーをご覧いただきましたら、ぜひアンケートのご協力をお願いいたします。はい、で、一部ですね、コメントの方で、アンケートのリンクをちょっと教えてほしいと言ったようなコメントもいただきましたが、とコメントで返すのに、URL をちょっと貼り付けられないかもしれないということで、ちょっと改めてですね、モニターの皆様には、アンケートのリンク先をですね、メールなどで、周知させていただければと思います。で、また、コメントの、質問の方でですね、まあ、今回ですね、見えますかね。まあ、このような、見づらいですかね。箱型の、VR ゴーグル、作成して配送したというところがあるんですけども、まあ、こちらに関しては、大和さんの方からちょっとまた、今から、ご紹介いただければと思います。はい。はい。ちょっと画面に出ておりませんけども、私、大和です。今回、設計をいたしました。で、なぜこの VR ゴーグル、と商品梱包を、一体化したのかというところを少しお話します。背景はですね、私の、もやもやがありまして、私も、7年ぐらい前から VR が好きで、遊んでたんですけども、なぜかこう世の中に普及しないなってずっと疑問に思ってたんですね。で、なぜかなって思った時に、一つが、何でしょう、値段かなって思ったんですね。オキュラスや PSVR は高いので、数千円のプラスチックだったら、普及するのになと思ったのに、それでも普及しないと。で、しかも今、100均で組み立てて、VR ゴーグル作るキットもあるんですけども、それですら普及しない。というのは、やっぱりこれって、手間を取らないと普及しないんだというふうに、考えました。なので、今回はとにかく、簡単にしないといけない。というところで、もう箱のまま送ってしまおうと、いうふうに気づきました。で、しかもその箱の中に商品まで入れてしまえば、もう一石二鳥だなと、というところで、今回箱、完全オリジナルで設計をして、皆様に初めてお届けするような形で、やらせていただきました。回答は以上になります。宮本さん、質問ありがとうございました。皆さん、私たちの大専門はこれからもですね、地域の方々とコラボレーションをして、皆さんにワクワクするようなコンテンツを配信していきたいと考えておりますので、ぜひ引き続き応援をお願いいたします。今日は皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。